はい、本日はですね、サムネにもあった通りユニクロのソフトシェルジャケットとアークテリクスのソフトシェルジャケットを比較していきたいなというふうに思います。でなんでこの2つを比較するかというとですね、まあ、ただただ見た目が似てるからっていうだけの理由でね、それ以外の理由は特にないんですけども、見た目似てんのになんでこんな値段ちゃうの。確かユニクロの方がですね2990円、これね後ろにユニクロの方あるんですよ。先っぽちっと買っていたんですけど、これユニクロの方がありますと。まだ買っていたばかりだからタグもついてますっていうことになってるんですけど、これユニクロの方ね2990円、税込みに対してアークテリクスの方が、これスコーミッシュフーディーってやつなんですけど、これはですね確か2万半ばぐらいするんですよ。2万4000かなぐらいするっていうことで、もう値段的に言うと10倍ぐらい違うんですけど、今パッて映像を見てもらってて、あ、これは確かに10倍違うわって気づきはる方って結構少ないと思うんですよね。大多数の方が何がちゃうんやろうなみたいな、これの2つほとんど一緒やけど値段なんでこんな10倍もちゃうんやろうなって疑問になってる部分もあるかなというふうに思いますので、その辺のねお話をしていって、比較とかしながら、あ、ポケットの数どうですねとかっていう話とかいろいろしていって、あ、だから値段違うんですねなんていう話をしていこうかなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まず2つの似てる部分、まあ同じ部分であったりだとか、そのさっき言ったポケットの数、あと収納もできるんですね。ソフトシェルジャケットで収納もできたりするし、あとそれ以外にやったら重さですよね。どれぐらいどっちが重いのとか、生地がそもそもどう違うのとかっていう話をしていって、ほんでその後にですね、その値段が10倍違う理由っていうのがやっぱりあるんですよね。ただただぼったくってるだけちゃいますのと、このアークテリクスのこのなんかあの骸骨みたいなやつ、このマークつけるだけで10倍も値段取れるんちゃいますのって言ったら、それは違うんですよね。ちゃんとこれには明確なあの10倍違う理由があるんですけど、それを聞いた上で、いやいやそんなもんに10倍の価値もないっていう方もいらっしゃれば、服好きな人とか服が分かってはる方からしたら、あ、それは確かに10倍の違いあるわなっていう風になると思いますので、まあおいおいね聞いてもらって、それは判断してもらっていいかなという風に思いますので、そんな順番でお話ししていこうかなと思います。こういうソフトシェルジャケットってね、僕めちゃくちゃいいですよってもう勧めまくってるんですよね。ありとあらゆる人、近所の人でも友達でも誰でも視聴者の方でも、とりあえずソフトシェルジャケットは1着持っておいてくださいと。これあったら春先、そして夏場の朝晩で秋口まで着れますよと。めっちゃくちゃいいんで、冬場やったらインナーダウンで中に挟めるし、アウターにもなるからめっちゃいいですよって言うけど、春夏秋に関してはこのソフトシェルジャケット一丁が絶対持っといてくださいと。持っといていくだけで、あ、あいつ言ってることほんまやったなと。金髪でちょびひげ生やして嘘っぽい顔してるけども、あ、たまにはほんまのこと言うやんけど、嘘くさい顔してるけどほんまのこと言うやんけど、ちょっと信じてみようかなと思うことになると思いますので、ソフトシェルジャケットは一丁持っといてほしいなと思うんですよ。で別にそんなもうメーカーなんか僕からしたらどこでもいいんですよね。どこのメーカーでもいいけど、持っとったらええんちゃいますのということでお話はしてるんですけども、ちょうどまあ両方持ってるから比較していこうじゃないかということで、これね両方とも機能面的に言うと一緒なんですよ。何が一緒なんかっていうと、ちゃんと風守ってくれる。だからめっちゃ風吹いて朝晩ちょっと寒いなみたいな、この僕中 T シャツなんですけど、 T シャツだけ着てる分にはと寒いなみたいな、まあ、ちなみにこの今着てるやつもソフトシェルジャケットなんですけどね、まあ、寒いな、ほんならじゃあこれ1枚羽織っといたら全然風は寒くないよと。あ、よかったやんけって思ってたら、ちょっと雨降ってきたなみたいな、ちょっと小雨降ってきたないう時なんかも、このユニクロとかアークテリクス、まあ僕が今着てるようなやつでもちゃんと小雨もね弾いてくれるから、え、めっちゃいいやんみたいな。普通のシャツとかやったらびちょびちょ濡れていくじゃないですか。まあ確かに着たら、あ、寒さはマシになったかもしれんけど、雨降ったらもうめっちゃ濡れて余計寒いわっていうのがあると思うんで、まあこれからね梅雨とかのこともあると思うので、まあ一応持ってたらいいんちゃいますかっていうのが、まずそれが前置きなんですね。ほんでじゃあようやくこっからですよ、比較していきましょうかと。何が違うのか比較していきましょうよということになってくると思うんですけど、まずは見るからにこう軽そうじゃないですか。だから軽さから見ていってもらって、まあ両方とも収納できるということやったんで、このユニクロの方に関してはこういった収納袋がついてるんですね。でこれに入れた状態で測っていくのと、アークテリクスの場合はこの胸ポケットにねくるくる収納していくだけなんで、これをくるくる収納していって重さがどれぐらい違うかっていうのをまず見てもらって、その次にやっぱりファッション系やってるからね、あのそういう変な機械とかも僕持ってるんですよね。だからそれを生地の薄さも測る機械があったりするので、軽さを見てもらった後生地の薄さを見てもらって、どっちの方が薄く作られてるとか、どっちの方が重いとかっていうのを見てもらいたいなと思います。はい、それでは測っていきましょう。まずがこれがユニクロですね。ユニクロちっちゃくした方で、これがアークテリクス何も書いてない方ね。まずユニクロからいきますね。ゼロにして測っていきます。ズドン 172g。 そして次アークテリクスの方がポチン 138g ってことは、アークテリクスの方が 40g、 30g ぐらい軽いんか。ちょっと軽いという感じですね。まあ袋ないからね、このまま入れてるだけやから軽いということです。そして次が生地の厚さを測っていくんですけど、こんな機械あるんですね。これでオンにしたら生地のね厚さが分かるんですけど、今これをゼロにする状態で、でここの厚さで変わるんですよ、こうやって。でこれが何センチあるかみたいな、何ミリか
8ミリありますよ、約1センチくらいですかね。で生地は何センチあるか、ユニクロの腕の方からいきましょうか。別にこれが分厚いから何っていうことはないですけどね、どっちも薄い方がいいから。はい、じゃあどれぐらい、 0.1 ミリ、めちゃくちゃ薄いやないかい。これがユニクロですね。 0.105 ミリですね。次はアクテリクス、アクテリクスも同様に腕のところでいきますね。あ、0.144、ちょっとアクテリクスの方が厚いんかなって言っても 0.03 ミリぐらい薄いんか、まあほぼほぼわからないですね。めちゃくちゃ薄いということになってます。ということでユニクロの方が若干薄いんやけども、アクテリクスの方が袋とかないから、こっちの方が軽いのは軽いですね。ユニクロの方が若干袋とかある分重たいという感じになってます。はい、ということで次はね、収納の大きさ、先ほど見てもらったと思うんですけど、まあどれぐらい大きさ違うんかっていうのをまあパッと比較してね、両方とも並べて、右側にユニクロ並べて、左側にアクテリクス並べて、あ、これぐらいの収納感じなんやなって言ったら、まあカバンとかにもポンって入れれるじゃないですか。で、まあ、リュックとかにも入れれたりできるから、持ち運びもできるし、ちょっと寒い時は上着にとして着ることもできるし、どうでもようになったらポケットの中に入れる。あ、ほんまやな、金髪野郎のちょびひげ言ってたほんまやんけど、めちゃくちゃ使い勝手いいやんこのソフトシェルジャケットと今なってると思うんですけど、まあ、これがね収納の時の大きさの違いと。ほんで次は細かい部分見ていきたいなと思うんですけど、細かい部分何かっていうと、まあ、例えばポケットの数とか、あとまあ手首のとこってね、こういうベルクロとかこうゴムとかがね入ってたりするんですけど、そういうところの使用をね、細かいところちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まずポケットの数からいきましょうか。ポケットの数がね、アークテリクスっていうこの骸骨モデルのやつはね、胸ポケットが1箇所これだけなんですね。ここしかないで、両脇のとことかによくこのね、あばらのとこにポケットってあるじゃないですか、ジャケットって。これないんですよね。まあこれが僕個人的にはちょっと残念なところではあるかなと思うんですけど、対しじゃあユニクロの方どうなってるか。ユニクロの方は胸のポケットはないんですよね。あ、ポケットないんかと思ったらですね、ちゃんとこの両脇のとこに左もそして右もポケットがちゃんとついてくれてるんですよね。でこれは開けると繋がってるんかな。あ、繋がってないですね。途中で止まりました。ポケットが2箇所あるということになってるので、まあ大きさ的にはどんなもんですかね。長財布とかは入らへんかなぐらいな感じですかね。まあ、なのでスマホとかは全然入るんですけど、一応裏地はメッシュになってポケットが作られてますよなんていうことにはなっておりますが、ポケットの数だけで言ったらユニクロの方が多いです。ほんで次はジャケットの形見てもらったらね、このアークテリクスってやつはジップこうやって開けていくと一番下までジップがこうやってあるんですね。だから開けると全部開いちゃうんですけど、ユニクロの方はですね、あのラックって言って、よく今流行ってるこの胸元まででピュッと止まっちゃうんですよね。なのでジャケットのタイプがこう被るタイプがこのアノラックのタイプになってて、ユニクロね。でアークテリクスの方はちゃんと上からこうやってパッて着るような感じになってるので、まあこの辺は好みですよね。どっちが好きかみたいな感じではあると思うんですけど、まあこういった細かい仕様があって、で、ね、次は手首のゴムのとこ行きましょうか。これはですね、両方ともまあまあ似たような感じで作られてます。アークテリクスの方は多少ね調節が効くような感じでこうゴムが入ってるんですけども、こう絞れるタイプのゴムですよね。こうギューって絞れるタイプになってるから結構調節の幅が効くけど、ユニクロの方は同じゴムなんですけど調節が効くというか、ただゴムをつけてるだけなんで、伸びちゃったらもう伸びっぱなしっぽい感じにはなってるんですが、まあまあこの辺はね多少の違いが出てるんかなということと、まあ、次はフード見ていきましょうか。フードがね同じようにこうフードついてるんですけど、ただフードがついてるだけっていうのがユニクロなんですよね。このまあフードがまあ確かにただついてるだけですねと、それ以上でもそれ以下でもないやけど、対してアークテリクスの方はですね、どんなフードついてんのっていうと、こうヘルメットとかにも対応してるようなフードがついてるんですよね。だからこの辺とかがちょっと長い感じになってて、ちゃんとこうなんていうんですか、硬い生地が入ってるので、この中にヘルメットかぶってパッとフードをかぶれるというような仕様にはなってるんですねというところが、まあ細かい仕様になってるんかなと思います。でちなみに生地を先言うの忘れてました。生地がね、実は若干違うんですけど、これ見た感じで生地なんかどうでもいいやんって思う方いらっしゃると思うんですけど、まあ、生地が一応違うくて、ユニクロの方はポリエステルっていう生地なんですね。でこっちのアークテリクスの方がナイロンっていう生地使われてるので、若干アクテリクスの方が強度がある、生地の中で最も強度あるっていうのがもうナイロンなんで、まあ、それを使ってるってことで、まあ、強度があるんですけども、はっきり言って生地の単価の違いってほぼほぼないんですよね。で人工の繊維って基本的にはこれはまあナイロンもポリエステルも人工で作られてるものなんですけど、それってね大体もうどんな状況でも作れるんですよ。だから値段の差ってないんですよね。やけど対して天然の繊維、例えばコットンとか麻とかシルクとかっていうのは、その土地その土地の気候とかによって取れる植物が変わってきたり、その繊維が変わってきたりするので、結構値段の差って激しいんですけど、こういった人工繊維はあんまりその価格差って関係ないので、まあ一応ちょっと違うんやなぐらいに思っといてもらったらいいかなと思うんですけど、ポリエステルとナイロンが使われてると。でアークテリクスの方が若干強度があるかなぐらいに思っといてもらうという感じですね。じゃあこっからですよね。まあ大体今まで見た感じでほぼほぼ似てますやんと、まあ若干違うとこもあったけど、その僅差10倍も値段変わるほどちゃいますよねと。
ちゃいますよねじゃなくて、ちゃうことないですよねということで、ややこしいな。まあ、とりあえず10倍の差はあんま分からなかったですよねっていうことになってると思うんですけど、じゃあこっから10倍の差があるかどうか判断してください。なかったらないでいい。で、あればあるでいい。別に僕からしたらどっちでもいいということになってるんですけど、やっぱ最初に言ったね、こういう、まあ、フードであったりだとか、こういうゴムのね、調節が効くであったりだとか、あとジップもね、これ自社で開発してるんですよね。これ何が違うかっていうと、例えば普通のジップってユニクロもそうなんですけど、こうやってジップ開くじゃないですか。ほんならこうキュッてこう引っ張ってやっても開かないじゃないですか。まあそりゃそうですよね、壊れますよね、これガッてやったら。せやけどこの骸骨くんモデルの方はですね、このちょっと開いてるのを横にピュッてやったら開くんですよ。ビビビビって開いていくようになってて、これはこの骸骨くん会社が独自で作ってる、開発したジップになってるので、開け閉めとかめちゃくちゃしやすいんですよね。ほんで結果はまあジップが壊れにくくなったりだとかすることもあるし、もちろん開け閉めもしやすいという利便性もあったりするし、それ以外にやったらこのジップの上のところにもちゃんとフラップがついてるんですよね。これはめちゃくちゃ細かい、こんなとこまで見てるやつおるんかっていう感じだけど、まあ、ちゃんとフラップがついてるから、たまにこうジップ閉めるときとかってありません？こう挟むとき、顎挟んだりヒゲ挟んだりするとき、まあ上の服やったもないけど、ジーパンで挟んじゃったらもうとんでもないじゃないですか。悲鳴上がるでいうことで、トイレからギャーオー言うてくるでいうことなんですけど、そういうのがないようにちゃんとこうフラップがね噛まれてるから、勢いよくバッて閉めたとしても全然こう当たったりとか挟んだりすることないんですけど、大体普通のジップってそんなないじゃないですか。ユニクロもないんですけど、これヒュって上げたりしたらね、そのままガチンってこう閉めちゃうんですよ。せやから挟んじゃったら終わり、もう挟んだ時にはもう悲鳴上げてちょうだいということになってるんですけど、アークテリクスの方はそういうのもちゃんとあの考慮されてて、挟まないような仕様になってるので、胸ポケットはねもともと挟むことないからそんなつけられてないけど、ちゃんと顎のとこにはそんなんがつけられてるということになってるんですね。でそれ以外にやったら両方ともなんかちょっと 3D で立体の裁断してるとかはあったりするんですけど、細かいところで言ったらこの辺だけなんですよ。だからそれが10倍の値違うって言われたら、あれなんかちょっとこれいろいろ話聞いたけどちょっと高くありませんかと、だいぶ高く見積もってませんか、まあ 1.5 倍か2倍ぐらいだったら分かるでっていうことで、2990円やから、まあ、7000円とか6000円で売ってないと俺買うけども、2万は俺ヨーダ3万っていう方もいらっしゃると思うんですよね。でこの微妙な違いってめちゃくちゃ金かかるんですよね。僕も今洋服とか作ってたりするんですけど、このジップ1個作るのに何回もサンプル作り直してるやろし、このフラップ作り直すのに、今これ斜めに切れ目入ってるんですけど、全部覆うんかちょっととしか覆わんのか斜めに入れるんかっていうのもサンプル作り直してて、サンプル1回作るのに売り値の何倍もお金かかるんですよ。だから僕個人的には2万なんぼするって言ってもまあまあ妥当やなみたいな、こんだけいろいろ研究していろいろ作り直しやってるやろうなっていうのがもう目に見えてわかるので、まあ、このジャケットじゃないとない機能じゃないですか。だけど別にこの大使ユニクロの方って別にその辺の部品火付け合わせてポンって作ったらできるんで、そんなお金かからへんのはまあまあ言うまでもないというか、それはそうやろうねっていうことになってるので、別にこのジャケットじゃないとないことはないんですよね。別にどのジャケットでもある、ユニクロのジャケットであろうが、その辺のイオンに売ってるジャケットであろうが、まあ同じということになってるんですけど、まあ、これがね値段の違いになってくるんですよ。だから洋服好きな人とか洋服にこだわってはる人だったら意味がわかるんですけど、そうじゃない人からしたらわけわからへんと思うんですよね。こんだけ聞いた上でも何がええねんって、10倍も全然わからんかったわっていうことになると思うので、まあ、洋服ってちょっと改良するのにめちゃくちゃ金かかるから諦める企業めっちゃ多いんですよということになってて、まあ、ユニクロに関しては鼻からねそんなこと追い求めてないけど、まあ、こういうアウトドアブランドってそういうの追い求めてるからどうしても値段が高くなるというのが、まあ、違いになってくるんじゃないかなというところではなりますね。だから僕もね今これ着てる T シャツ今作ってるんですけど、この例えばポケットをね2ミリこっちにずらすだけでもまたサンプルのお金って何倍もかかってくるし、ちょっと襟元のね生地変えるっていうだけでもまた3倍4倍ってお金かかってくるんですよね。だからまあそんなん買う側からしたら知りませんわいうことやと思うので、まあまあまあ今回はねそんなこともあんねやというぐらいには感じてもらったらいいんかなと思うんですけど、正直この動画がどこに需要あるんかわからないんですけど、一旦ね、まあ、見た目似てるし作ってみようかということで今回作らせてもらいましたので、まあ、ソフトシェルジャケットだけじゃなくてね、まあ、ジーパンにしてもそうやし、まあ、マウンテンパーカーにもそうやし、なんか値段えらいちゃうなと思ったけど、あこういうところに値段の違いが出てるんやなっていうところで、まあ、お話しさせてもらったということになってますので、まあ、今日はねこの辺で終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですねアークテリクスのソフトシェルジャケットとユニクロのソフトシェルジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。